ちです。シャルルピアノ中級 E メロ動画の今日は2ですね。1から4、ここの左手と両手で合わせる練習していきます。 E メロの一小節目から今日練習するパートですね。一度弾いてみます。では早速説明していきます。まず左手からいきます。5番1番のド、これをですね、こうです。次にラのシャープになります。はい、そして次はレのシャープ、はい、そしてレですね。はい、ここ流して弾いてみましょう。このような感じです。もう一度いきます。ではここ弾けるようになったら次のパート 3,4 小節ですね。最初はまたドです。はい、次にファになります。今度はですね、でこれを1オクターブですね、和音になります。これを2回、ラのシャープをもう一度、こうなります。では頭からいきますね。はい、ではここですね、1小節から4小節までゆっくり3回練習してみましょう。では両手で合わせる練習していきましょう。両手になると結構難しいと思います。細かく練習していきましょう。ではまず最初ですね。はい、ここまでやってみましょう。はい、大丈夫でしょうか。では次いきますね。はい、もう一度いきます。じゃあ頭からやってみましょう。はい、どうでしょうか。ではまずこの 1,2 小節ですね、しっかり練習してください。あんまり先を急がないように、まずはしっかりですね、ちょっとずつ練習していきましょう。はい、ではここ 1,2 小節大丈夫という方は次ですね。まず3小節だけいきます。いきます。はい、大丈夫ですかね。はい、では次4小節、ここはですねちょっと難しいかもしれません。右手左手どっちもですね和音から入ります。こうですね。はい、そして次です。こうですね。はい、ここまでちょっとやってみましょう。もう一度いきますね。ではこの次ですね、こうなります。和音のところからいきますね。こうです。はい、ちょっと難しいですよね。では 3,4 小節いきましょう。ここでのポイント、
ここはですね、まあ、1、2小節と3、4小節こう別々で練習してください。一気に練習しようとせずに細かく練習してくださいね。そしてもう一つ和音のところですね、4小節のところですね。はい、ここです。まずはこの3つ、はい、こうですね。ここをですね、はい、この3つをですね、まずは練習してからというふうに練習してみてください。ではゆっくり3回練習してみましょう。今日練習したパート、この動画が分かりやすかった、うまく弾けたという方はグッドボタンで教えてください。ここまで弾けるようになったという方は次の動画に進んでください。